今がスカッと。スカッと。そう。オッケー、オッケーです。まあ、行きましょう。時は今、まず5回、そっから3回引けばもう OK。 しゃしゃ、試合前最後のツイートレーニング、これ終われば楽じゃない。1セット取るぞ。え、そう、一、そう、二、そう、さあ、三、全然いいよ、まだいける、そう、四、そう。5! いけるいけるいける、まだ大丈夫。メリー、ここから3つ。 6! そう、さあいける。1! そう、あと1回だけ。さあラスト、ラスト、いける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 、最後胸張って、オッケー、いけた、おお、すげえ、いやー素晴らしい、いけた、きつかったけどいけた、すごいすごい。でも前回の90よりも1年でできてた感じしますけどね。姿勢も良かった。ちょっと休憩してました。あ、全然いいっす、全然いいっす。最初は音声ね拾いにくいんで、じゃあ行きましょう。こんにちまする。SOD 連続女優をしておりまする、ちゃんゆたです。よろしくお願いしまする。あれ、5月30日、何かに出るんでしたっけ？はい、5月30日、東京都新人限定のパワーリフティング大会に出まする。おー。お願いします。出ましたね。あれ、でもパワーもともとやりたかったんですか？パワーもともとやりたかったわけではないですね。最初は、はい、やっぱボディメイクのために筋トレを始めたんですけど、重さが落ちたくなりました。落ちたくなりました。はい。これ浜田山ジムに結構影響されましたか？いやもうそれがほぼですね。ほぼですか。はい、そう。でもトレーニングを熱が入ったきっかけなんですか？最近すごいトレーニング熱がすごいですけど。トレーニング熱。はい。すごい頑張ってるじゃないですか。まあ、パワーって目標もありますけど、なんか根底にあるなんかエネルギーみたいなのあるんですか？根底にあるエネルギー。はい。強くなりたいですね。え、強くなりたい。強くなりたい。あとアンチを殺し合って。シーアー、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。まあ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 、なんかこうね、でかくなりたいっていう。まあそうですね。ね、まあすごい前向きな気持ちがあるんですね。はい、フィジカルで黙らせるということ。お、フィジカルで黙らせるということで、そのまあ一貫でパワーも。そうですね。そこは30日。はい。じゃあ目標は、じゃあスクワット何キロぐらい目標にしますか。まあ、現状、はい。現状は、まあ、でも85キロ以上持ったことないんですよね。まだ回数やってますもんね。まあ、100、110ぐらいですかね。110目標です。はい、スクワット。ベンチは、はい、ベンチは、今現状マックス60
60なんで、65。まあ、まあ、自体重プラスアルファぐらい。そうですね。65キロ。はい。上げれたらいいなぐらい。上げれたらいいなと。デッドリフトは？デッドは、まあ、現状マックス105キロなんで、110は上げたいんですけど、欲を言えば120ぐらい上げたいです、ね。120ってことは、はい、スクワット110、ベンチ65、でデッドは120。120だと、110足して230と、まあほぼさ、295です。まあよく300いけ超えたら最高ですね。300超えたらすごい。すごいいいですね。まあ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 、まあ、まあベストを尽くしてやっていきましょう。はい、よろしく。なんかじゃあパワーリフターに向けて一言。パワーリフターに向けて。あ、これを見てパワーリフターの方々、あのファンというかパワーリフターの方々。はい、なんか一言、はい、5月30日の大会に出させてもらいます。まだまだ始めたばかりで全然そんなに、はい、重たい重さも持てではないんですけど、今持ってる力を全部出し切って頑張りたいと思いますので、ぜひ5月30日大会応援お願いします。あとはじゃあ最後じゃあ女性パワーリフターに向けて一言。女性パワーリフター、はい、女性パワーリフター負けないです。頑張ります。頑張ります。わかりました。じゃあ、はい、以上で、はい、ありがとうございます。オッケOkay.